坂本冬美、スノーマンメグロレンを劇称、本当に誠実な方。何より、ちょっと昭和の匂いが。演歌歌手の坂本冬美が19日放送の東京 MX5 時に夢中。月金曜午後5時に生出演。スノーマンメグロレンへの熱い思いを語った。 坂本は今月9日の新曲、再開酒場発売記念イベントで、一回でいいから目黒くんと一緒にお酒を飲めれば、もう思い残すことはないと発言し、話題となったが、この日の番組でも、目黒くんは本当に誠実な方。見た目でもわかると思うんですけど。何より、ちょっと昭和の匂いがするんですよね、と熱弁。佇まいもそうですし、礼儀正しいですし。 「一緒に番組をご一緒したことがあって去年の紅白の時もコンサートとかやるんですけどもし誘いしたら来てくれますか?」って「えと思って「行くに決まってる」ってと明かすと「そんなこと嘘でもリップサービスでも言ってくれるアイドルの方いませんよ」「本当に誠実で真面目な方なんだなって」と熱く続けた。